あ、でもすごい面白いな。でもすごいこちらの配信とかの、うん、まあ、音の話になっちゃうけど、はい、やっぱトレンドがあるっていうのはすごい今年もうもろに如実に分かって、8割9割がそのコンピューターによる打ち込みの同期を使ってて、はい、うん、いわゆるカラオケになってるんですよ、はい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 、だから演奏してるとこもあるんだけど、うん、やっぱずっとこうリズムが機械が出すリズムに対して耳が合わせるみたいな、人力テクノみたいな、うん、人力テクノって誤解があるの、なんか感じになってて、もうショーになってるんですよ、はいはい、ギグっていうより、うんうん、でもその中もうなんかギグだけやってる数少ないバンドが何個かいたとか、はいはいはい、逆に悪目立ちしてて、うん、あ、だからもうこれはもう本当にアティチュードが流行れによるか、はいはいはい、自分のスタイルを貫くかで、うん、アメリカのミュージックが本当に二分された感じがすっごい分かって、それは、そうですね、それ配信見ても分かるっていうのは、いや現場ではすごいそれ分かりました、やっぱりこの、うん、こっちに行かず俺たちはこっちでやるんだ、もしかしたら客は少ないかもしれないけどっていうスタンスとかはすごい感じるようになったし、すごくよく分かりました。それはそんな中で結構ね、今年で言うと UK の、 そのバンド勢みたいなのが、うんうんうん、パンクバンドアイドルズとか、うんうんうん、ラップでスロータイとか、もうそういうの関係ねえっしょみたいな、フォンティネスディシーとかそうそうそう関係ねえっしょみたいなのが、まあこちらの両親じゃないけど、もともとこちらってそういうフェス、うんうん、インディーから流れがあって、やっぱりあのそういう流れを持ってるアーティストも一応いるよっていうようなこう、うんうんうん、スペースはちゃんとありますよね。そうそうそう、俺たちは最後だよっていうのを結構意識してやってる感じはちょっとあるかなっていうのがありました。もちろんそのアーティストがヘッドラインでいけるかって言われたら、ちょっと今のコーチェラでは厳しいかもしれないけど、まあ、それはそういう一つのね、うん、あの俺たちはコーチェラのなんだろう、みんなが好きなコーチェラも別に好き嫌いじゃないけど、こちらが90年代後半が作ってきたそのインディーロックの祭典みたいな、今プリマベーラに奪われてるようなお株をこちらっていうのは本当あるよねっていうのは出てるバンドには僕は感じますけどね。すげえ面白い、うん、呼んでくれたんだったらそっちで行くよっていう、おーおー、すげえ分かるのは、そうだ、こちらっていうものがそのね、まあそのまたこう流れが変わって、はい、その今のトレンドみたいなものとか、お客さんが何をオーディエンスが何を今求めてるのかみたいな、すっごい如実に分かったし、うん、あのあいつあれよ、これは日本でもすげえ流行ってる、あいつらマネスキンとかがプレイしてるのショーとかで、はい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 、なんかあのグッチのネックレスぶっ飛んじゃったみたいな話で、うんうんうん、あいつで多分ウィークワンの方だと思うんですけど、そうです、ウィークワンですね、そう多分で時にあのストゥージーズのカバーをやるんですよ、はい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 、アルビアドッグをやるんだけど、うんうんうん、今まですごいマネスキンの曲で盛り上がってたキッズたちがストゥージーズになったら、まあまあ知らねえけどみたいな感じになってて、あ、じゃあロックの、そうそう、もうさ、マネスキンを見たらもうだってストゥージーズさ外せないじゃんっていうか、あいつなんだっけ、だからボーカリストだっけ、イギーですか、イギーさ、はい、イギーが作ってきたその、うんうん、まあ、ボーイとイギーが作ってきた、はい、あの世界観、ね、70年代のそのカルチャーみたいなものからのマネスキンみたいなのじゃなくて、なんかそこはすっぽり抜け落ちてるんだみたいな。いやでもそうですね。すごい面白いなこれとか思いながら、すげえ勉強になる。いやでも本当にそんな感じ。こうちらへとそれがすごい如実にわかるし、なんか昨日も SNS で話題になってましたけど、うん、スティーブ・レイシー、こうちらへ見ましたけど、がスティーブ・レイシーがライブして、うん、有名な曲とかを歌わすんですけど、うんうん、ワンフレーズしか歌えないですよ。なんでかっていうのをやると、やっぱ TikTok で流行った曲だから最善にいるような子すら歌えないんですよ。あ、めっちゃ面白いですね。僕も最低限、僕も最善にライブ大好き人間として、うん、もちろんそういう流行り方してるアーティストもいっぱい知ってるし、うん、1曲しか分かんない人なんていっぱいいるし、ワンフレーズしか分かんない人いるけど、うん、俺はそのアーティストで先頭にはいけないんですよ、やっぱけど先頭に行くぐらい熱狂的に好きになるんだけど、その瞬間をね、そう、ワンフレーズ、その30秒が好きとか、ね、ワンフレーズしか歌えない人が結構多くて、アーティストがちょっとこうあれみたいな、スティーブ・レイシーへこみそうですね、繊細そう、繊細そうじゃないですか。だからそういうのもあって、あ、だからそれが如実に結構こうなんか、僕はなんか初めてフェスティバルから出てくるかなと思ったんですよ。1曲しか知らないから下がっちゃうみたいな、うんうん、そうやってもともとあったけど、単独でもその流れが、そのやっぱ単独のギグなんだ。そう、単独のギグで。それ日本ですか？あ、それ違います、アメリカで、英語圏でそれなんだ。そうなんですよ、それを発見して、あ、これそうなんだみたいな。めっちゃ面白い。でもなんか僕がスティーブ・レイシーのこちらを見た時、意外と歌えてたし、前の方の子はそんなにすごいいっぱい人いなかったから、僕大好きなんで、なんか本当に状況、単独ライブでの変化なのかなって思ったりも。なるほど。でもね、この間の
アルバムでまたボーンって、はい、すげえシグレーシーまた新しいファンが来たイメージが、ううなんで俺そんな知ってんだろうと思ってで一応あ いいアルバムだと聞いてて、すごいなんか彼のアプローチとか聞いてるけど、うん、じゃあそういう現象なんだな、そういう現象もあるんで、ダニエル・シーザーとかそうなのかな、じゃあでもロットとかで起こりづらいと思うんですよ、一曲のワンフレーズしかし、あ、なんなら AO の曲だけ聴いて先頭に並びますっていう人、うん、まあ日本だからかな、俺いないと思うんですよ、まだまだいないかも、でもいるかもしれないけど、うんうん、少ないと思うんですよね、うんうんうん、そうですね、一列目にいる子たちが変わってきてる現象とか、なんかあるかも、その目線すごいなんか自分になかったから、一列目の人がなんか変わってるとかあんまりそっち、いやなんかね俺はなんか客目線で言うと一列目の子とロック、ロックその2000年代前半からその SNS が出てきた時に言う言葉で、うんうん、最善クソ野郎って言葉があるんですよ、まあ、そ小さいコミュニティの中だけなんですけど、めっちゃ面白い、めちゃめちゃこう一般的な言葉じゃないですよ、はいはいはい、なんか初めて最善を決める野郎を、うん、俺ら最善クソ野郎って言って、最善クソ野郎はやっぱり一曲知ってるとかで最善を決めるのは、うん、アーティストにとっても失礼だし、ああ、お客さんにとっても失礼だと思うんですよね、最善を決めるならやっぱだいぶもう聞き込んで、なるほどね、っていうのはなんならもう日本では当たり前のことだと思ってたんですよ俺、だって先頭なんていけるなんて、そらもうアルバムどの曲来ても、なんなら新譜ゼロで来て前の記憶から来ても全部歌えるぐらいの人が先頭っていうような時代時代って言ったらですけどなんかこうマイク向けられたら歌うっていうのはやっぱりマナーかなっていう、僕もだ今年のコーチラで言うと先頭いたアーティストが少なくて、ジョージっていう、ジョージ、ジョージは先頭行ったんですよ、ジョージよこれやるんですよ、やる、全部歌えよって思うぐらいやる、全部歌えるんですよね、ジョージの時はみんな全部歌ってたんですよ、僕の横の1列目の、確かに、なんかほんまね、なんかそのスティーブ・レイシーの話をこの間、昨日か SNS に、最善クソ野郎たちが変わってきてんじゃねえかっていう、あ、すごい、最善に行くっていう体験すら体験だけで消費してるんじゃないかなみたいな、あ、音楽を聴くってじゃなくて、フェスとかはその感覚いいと思うんですよ、うん、ここに来た、はい、ロッド・バルト・バロン、岩大のロッド・バルト・バロン見たっていう経験が欲しいっていう、うんうん、で1曲あの1曲聴けたっていうのはいいと思うけど、最善のあの辺はちょっと地、なんか僕的には聖なる地じゃないけど聖なるあそこにあそこのはプレイスがチャラチャラしてるのにパッて向けられたらギャルが歌えたみたいな面白さってあるんですよ、フェスって、ああそれた、まあ、確かにね、確かに、ね、うん、それでいうと先週あったんですよ、うん、キットラルのライブ見たんですよ、ドラロイを名古屋のフェスで来日してみて、はい、なんかね普通の兄ちゃんでパッて上げられて全部歌えたんですよ、いやそれすごい、ね、すげえなと思って、でもそれはやっぱ前の中から上げると歌えるっていう、なんか引き当てたんですね、そう、なんか経験値があるんだね、俺やっぱキッドラロイ全曲は歌えないから、やっぱさちょっと下がって腰向けられたら困るからで、なんかそういう話があって、やっぱ前の方ってなんかこんな洋楽ってあんま聞かれないとかって言われてても、キットラインのライブ見て僕感動したんですよ、普通のなんか若い兄ちゃんが、うんうん、もしかしたらえなんかダンスミュージックしか聴けませんみたいなテンションの子がキットラインのバパッと上げられてバラードパッと歌えるっていう、あなんかまだまだ音楽っていい、なんかまだつながりあんなみたいな、こんな10代のオーストラリアの男の子の歌をパッと歌える日本人ってなんかこう何よりも国境とかを飛び越える瞬間みたいな、うんうんうん、で感動してたんですよ1週間前に、なんかその SNS で見て、あれってスティーブ・レイシーの1曲歌えないのみたいなっていうのがちょっとめっちゃ面白いそれ、あでもなんか一つの何かを象徴する話かもしれないですね、答えはもちろん出てないですけど、うん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 、すごい面白い、あ TikTok っていうスピード感がそうなんだ、そうなんですよ、何を求めてフェスに来るんですかね、まあでもそう体験とか人に会うとかもちろんそういうのもあるだろうし、こちらでね面白い現象が僕今とか8年ぐらい行ってて、毎年同じとこをバーって見て、もちろんアーティストも変わるし動線も変わるし、一番変わったのがここ5年で変わったのが物販なんですよ、うん、海外フェスってよく物販並びませんからって言ってたんですよ、全然変わらないですよねみんな、日本人だけっすよ、何2時間並ぶんですか、外国のフェスマジでみんな変わらない、変わらない僕の経験では、そう全然そうなんです、僕もいろんなフェス結構そうなんです、今でも、まあ、そうですよね、例えばブラストンベリーとかもまあ並んで5分かな、そうですね、ポール・マッカートニーのパーカー買うの5分並べば、うん、L 買えますね、
でもちろん3日目になったら売り切れてるとかありますよ。ただそれのためにすごい並んでんだけど、コーチェラ初日、アーティスト物販とオフィシャル物販は同じとこにあるんですけど、僕は結局並ぶの諦めて3時間並ぶ。何をみんな欲しいってこと？みんな欲しい。多分お客さん、まあ、3年ぶりだったってもあるけど、こちらに来ること自体が観光になってるんですよ。だから観光になったらお土産買うでしょ。そうですね。もともとは音楽を聴きに行ったり、人の会う場だったのが、こちらに行ってきたっていうことを示したいんです。面白い。っていうのになってて、本当こちらって初め、物販並べって言われたら、こういうスペースがあったら、はい、並んでって感じなんですけど、3年ぐらい前に縦に並んでみようっていうのができたんですこういう列で並んでみましょうかっていうのができたんですよ、何年か前に。それもなかったんですよ。ドンってあって適当に並ぶ、だからすんげえ並ぶ列とすごい速いとこがあって、でそれが、こううねうね式になって、コロナの前にうねうね式になって、で面白かったのがコロナになってからうねうね式からさらに伸びるようになったのもちゃんと並ぶようになったんです。もうアメリカって並ぶってなっても最後のとこからもう入り口だからワッシャってなるのがちょっとーってこう一列だから、もう並ぶことは何の苦でもなくなってきてるというか、そこに行って並んでアーティストの物販というか、まあいわゆるコーチェラの多分オフィシャルコーチェラってのを買って、家に帰ってそのみんなそれぞれの町とか高校とか大学とかで着るのがこうちょっとステータスじゃないけどっていうふうに多分よりなったというか、でコーチェラだけがそれを加速してる感じがあって、なんかあれなんですかね、なんかこれこそ身体的なリアルな体験みたいなのが、うん、なんかそこでしか得られなくなってきたんですね。そうかもしれないですね。でも割となんかまあでもそっか、アメリカ格差えぐいからな、うん、今そうなっちゃった。そう、行けない人も多分いたりだとか、そうかもしれないですね。それは結構あって、だからもともとはそれで SNS だけでコーチェラ行ったっていうので住んでたんだと思うんですよ。それがもっとさらにもうちょっと形とかリアルなマテリアルで表現するよう、だからこちらの T シャツを着てる自分を撮っての方が、なんかそこに行った証みたいなのなのかなって、物になったんですかね、うん、っていうのをすごい、ここの誰も言ってないですけど、すごい感じで、うん、あ、めっちゃ面白いですね、それ。で、もともとそのこちらはその傾向はもちろんあったんですよ、うん、その他のフェスに比べたら観光的な要素で物販ちょっと種類多いなみたいな、日本に比べたら少ないですよ、うん、フジロックなんて30種類ぐらいあるんですかね。あんなはないんですけど、けどそれがよりこちらはなんかこちらと、あとはアーティスト系フェスですね、あのタイラー・ザ・クリエイターのフェスとか、うんうんうん、ファレルのフェスとか、名前今出したくないけどカニエがなんかしたりしたらめっちゃ並ぶっていう文化はあるんです、うん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 、それアパレルとも結びついて、けど確かあれはもうトピックですね、そういう文化もっとそれを推してないですもんね、うん、今まで通りそこが変わってないのに、そう、こちらは変わってないのにそこがすごい変わって、確かに。でもアメリカのマインド意識みたいな、マインドセットがすごい変わったんですよね、うん、なんか今まではそのもっと日本人のステレオタイプのイメージだと、はい、なんかもうね、並ばないし、うんうんうん、もっとおおらかでみたいな、けど結構今の人たちっていうか、なんか自分に近しい世代の子もちゃんとマスクするし、うんうん、なんかね、結構共有できる部分がすごい増えてきたっていうか、社会的になってきたんですよね、向き合わざる多分追えないでしょうね。そうですね、すごい多様になったんじゃないかなっていうか、もっとみんなクレバーだし頭いいし、逆に日本のっていうと失礼だけど、なんか繊細になっちゃった。あ、でもなんかそれすごい感じます、僕も。なんかそれはね、すごい思います。で、なんかジョージとかもどんどんなんか、なんていうの、スティーブ・レイシーでもそうだけど、男の子はどんどん内なよなよ、インナーの方に行く感じが、こう弱くなっていって、でもなんか女の子たちはどんどんメッセージを、うんうん、バーンって元気になってくるっていうか、うん、なんかでそれはもう今バランスを直そうとしてる矢先だから、うんうんうん、なんか男であることに自信がなくなっちゃった人たちもあると思うんですけど、いやでも本当にそれはなんか一つの流れとして、やっぱアメリカすごい、そこ面白いって言ったらすごい失礼だけど、何かが起きててなんか潮目なんですよ、そこが、うん、あれもそうかもしれない。それをね、すごいリモートでも感じる、昨今っていうのは、うん、あの配信でストリーミングで見ても分かる感じがして、一回行ってみてえなっていつも思いながら、なんか行けてないですけど、行くっていうか、まあ出るっていう、まあ出るのもすごいやってみたいですね、本当に。
出たい、まあそうね、出たいね、出ていただければ、出たいですね、出ていただければ、出ていただければ僕も関係者の皆さん、はい、お話お待ちしておりますので、はいはい、ぜひぜひ出ていただいて、あでもすっごい面白いそれ、海外で僕ロット見てないんですよ、そうですよね、はい、だからすごい、これでも台湾、台湾やりました、あれはあのバガボンドフェスってなんか流れる人で多分、はいね、浪人祭っていう、祭みたいな、はい、若い僕ぐらいの世代の子がブックしてる、はい、台南のフェスだったんですけど、うんうんうん、すごいどっちかというとね、なんかフィーリングはライジングサンに近くて、あ海のちょっとベイエリアの埋め立て地っぽいところをバーンって広い空間貸し切って、はいはい、4ステージかな、あいやそんなに大きいあるんですよ、で8000人だから1万人近くのチケットがバーンって売り切れちゃって、はい、毎日、はい、もうなんかだだっ広い空間に、でももうすごかったです、で層は多様で、うんうん、結構若いんですよ。あお客さんの？そうなんですよ。はい、もっとこうラグジュアリーな人っていうよりはもっと結構若い層がメインで。へじゃあまあよりライジング。10代後半、20代前半が結構。あそんな若いんだ。前半、20代の真ん中前半ぐらいが多分メインって子たちで。ライジングよりラブ社ですねじゃあ。割とそうかも。ラブ社に近いかもしれないですね。へえ。でも8000人。入るんですよ。日本の8000人と意味が違いますからね、人口が違うから。そうなんですよ。でも台南で8000人って多分すごい規模ですよね、台湾だと。で台南に行くのが最近なんか都会の子たちの結構ブームになって、ちょっとレトロな場所に旅行に行くっていうのが結構ステータスらしくて、熱海的な感じなんですかね。そうちょっと近い、でも熱海が持ってるあのちょっとなんか時代がまだ止まってるんだけど、なんかリノベして新しいものもあるみたいな、はいはいはい、あの感じに近いかもしれないですね。でもそこで行われてるフェス、そうですね、台南のカルチャー面白くて、テクノとかビートミュージックのアクトもいるんですけど、はい、あんまり割とロックが主役で、あ、はい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 、ソングがやっぱ多いから、テクノミュージックとかダンスミュージックとかはやっぱあんまり集まってもなんか何百人バラバラバラっている感じで、でもめちゃめちゃかっこいいんですよ、はい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 、なんかそれなのになんかええーとか思ったりとかしてたんですけど、へー若いんだ、うん、結構あのメガポートロックフェスか、あ一番でかいのですよね、一番大きいのがあって、まあ、いわゆる日本でいうロッキンジャパンみたいなのがあって、うんうん、そこは日本からも結構アーティスト出てて、はいはい、言ってましたねっていう流れもあって、あんまりだからテクノもあるんですけど、いくつか僕も行きたいなと思って、うんうんうん、あんまりこの何百人とか、うんうん、まあ、多くても1000人みたいなのでこうコアな海外の雑誌にセンスがいいみたいな感じに書かれてるの多いけど、あんまり確かにレイブみたいなのががっつり、タイとか多いんですけどね、レイブ的なダンスミュージックみたいな、タイはもうダンストラックカルチャーともうマリファナカルチャーなんで、そうですね、もうす最近はそうなって、でもタイも出てますもんね、あのタイもビッグマウンテン、ビッグマウンテンフェスにも行ったことないです、ワンダーフルーツっていうフェスも、はい、あのちょっと飛び入れて、あそうなんですねなんかその知り合いのデスクトップエラーっていうバンドが出てた時に、はいはいはい、ビッグマウンテンの前、なんか何日か前に先に入って、はい、なんか日程かぶってんすよ、あの辺、そうそうそう、ワンダーフルーツ、ワンダーフルーツはなんかすごいおしゃれなイギリスの人たちがブックして作ってて、はいはい、そうですそうです、なんかパッタヤがなんかもうちょっと奥地の奥にあるんですよね、はい、行ったことありますか、もちろん、あそこおしゃれっすよね、あそこはだから導入する前からもうなんていうの、タグのQR コードのピッて読み取るやつでお金チャージしといて、現金が使わなくてもいいようになってるじゃないですか、そうです、もう まさにこう トレンドっぽい、いわゆる流行りのものがそこに置いてあって、ね、それもうだって何年、7年とか結構早かったですね、めちゃめちゃ早かったです、コロナ前に行って、うん、結構驚きましたもん、これアジアでできるんだって、そうそうそう、タイに住んでる人に聞いたタイの普通の、まあ、僕と同じような感じの人、はい、行けない行けないあんなとこ高いもん、そう高いですよ、めちゃめちゃ高いです、あんな行ってるやつらはなんかセレブだぜって、そうあれはセレブのイベントでしたねっていうすごい言われて、うんうんうん、そうなんだ、でも結構アンダーグラウンドなのあるよって言ったら、いやだからそのセレブたちも好きだからアンダーグラウンドみたいな、そうおしゃれそうなんだ、道楽としてのアンダーグラウンド、俺はだから行かないよみたいに言われて、もっとバンコク戻ってきてみたいな、そうそう、あのだからローカルのやっぱ、うん、タイキッズたちっていうよりは、うん、やっぱラグジュアリーに住んでる人たちのラグジュアリーなフェスだったんで、そう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 、それはすごい感じましたね、ただメディテーションのヨガ の, そのクラスとか、うん、まあ、そのちょっとコーチェラっぽいっていう か,、うんうん、なんかあのなんかこうデザイン感とかはやっぱこうかなり先を行ってて、いやそうですね、すごい綺麗にちゃんとデザインされて、あれはだから逆に日本ではできないなと思って、そうです、ね、もしこうフェス文化が積み重なってなかったからこそできた
突然バーンってあんなのができるのってなんか不思議なんだろうな。よく言うんすけど、中国のフェスとかタイのフェスでもあのスマホいきなり持っちゃった人みたいな。日本人ってガラケーから学んでるからなんか、未だにフリック入力苦手な大人いたりとか、絵文字すごい使うとか独特の文化になったけど、なんか中国人ってめっちゃスマホ使いこなすじゃないですか。あれも多分なかったからね。あ、急にスマホだとやっぱ逆にめっちゃ使いこなす。スマホネイティブみたいな。スマホネイティブみたいな。だからフェスネイティブなんですよ。だからコーチェラがもうあった子たちなんですよ。日本人ってそれ体験できてなくて、ステップで来てるってことですか。そう、逆にちゃんとフェスって文化育ってきたから、フェスとはこうするものだっていうから、みんなタオル首に巻くし、先入観があるってこと。そう、なんか山の格好しないととか、夏雑誌でフェス特集ってやったら、まあそうだよね、なんか濡れない靴だよねみたいな、なんかある意味ちゃんと文化がいい意味でも悪い意味で積み上がってるけど、確かにそうですね。なんか中国とかタイとかのフェスでたまにびっくりする時あるんですよ。1円も現金使えないんだみたいな。コロナ前ですよ。ないですね。そんなのフェスやってる、もし運営の人がいたら、いや意外と電波止まるから現金もあった方がいいよとかっていう話に積み上がってなるはずなのに、ぶっ飛ばして便利に行くみたいな中国のフェスとかはすごいっすよね。すげーな、まあ、ここ新しいの生まれてくるわなみたいな。絶対現金だけだろって見た目の屋台のおじちゃんが QR コードを出してくるっていう、あの世界やばいっすよ、ね、あの世界観なんで。やっぱり逆に新しいものは生まれるかもしれないけど、そういう意味でも、でも積み上がってないから、うん、やっぱ日本のフェスの方が歴史もあるし、なんか盤石感はあるし、ちゃんとなくならない、こういうコロナが来てもなくならないだろうし、ちゃんとお客さんが鍛えられてるから、うん、あの急な大雨でも対応できる、凍えてる人少ないじゃないですか。死なないっていうね